関東では午後の天気急変に注意が必要です。山沿いでは雷雨の可能性もあります。山口さん、今日は日差しが届いても要注意となりそうですか？そうなんですね、関東地方、これは特に今午後なんですけれども、はい、北の方からだんだんと前線が降りてきまして、はい、それに伴って局地的に雨あるいは雷雨になる可能性があるんです。でまず現在の状況をご覧いただきましょう、はい、関東地方今現在は特に千葉県内で、霧の出ているところがあるものの、このように関東南部中心に晴れのご報告が多くなっております。まあ、今日の日中帯は高気圧圏内で、まあ、広く晴れるんですけれども、はい、天気図を見てみますと、これ午前3時の実況図でして、まあ、ここにあります前線、これがゆっくりと南の方に今日降りてくる流れなんですね。で午後、特に夕方から夜にかけて、関東付近にこれ弱まりながら降りてきて、局地的に雨雲を発生させる可能性があります。はい、でそれがこの雨雲なんですけれども、この図でいくと、まあ、主に関東北部中心に計算されておりまして、南部の方はあまり流れ込まない、予測になっています。ただここは予測モデル間での計算の違いが非常に大きくなっておりまして、はい、こちら GSM という予測モデルを見ると、まさに今日の夕方から夜にかけては関東の南部でもこのように、ね、雨雲を計算しているものもありますので、日中帯晴れる関東南部エリアでも今日はにわか雨の可能性は、お考えいただきたいというふうに思います。わかりました。念のため雨具があると良さそうですね。そうですね、はい、詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。